はい、田中球児です。今回はね、 SMG に一番近いアサルトじゃねえかな候補ナンバーワンのタイプ25を紹介してきます。で、カスタマイズはこんな感じ。一番重要なのがこの弾薬ね、 OWC パワーリロード、これ絶対つけて。これによって5発スキルが4発スキルになって、タイプ25がね10になるんですよ。今時5発スキルなんて誰も使ってないんで、もうねこれ絶対つけてくれ。で、他のカスタマイズはこんな感じで、エイム速度を上げる系にガンブリって感じですね。これが一番強いと思うわ。はい、まあ詳細な効果はねポッて書いとくわ、言うのがめんどくさい。じゃあ早速ランクマッチで使っていきたいと思います。どうぞ。で、何これ、ハードポイントか。あのね、タイプ25なぜか知んねえけど、あれなんだよね、ダメージ射程距離伸ばす系にあんま効かないんだよね。だから今回ね、エイム速度ガンブリにしてるっていう事情がある。ぶっちゃけ本当になんでなんだろうねこれでね、ダメージ射程距離がね、伸びたらね結構強いんだけど、実際 DRH とね同等ぐらいに強いと思うんだけど、なぜか伸びないんだよね。 DRH はクソ伸びるんだけど、やっぱねこのゲーム絶対 DRH とかね、マンオーを好きだと思うよ。相当射程距離伸びるからね。タイプ25、まあね文句は言ってないね。ぶっちゃけもっとね不遇な武器なんていっぱいあるんだからね、 M4 とか。それに比べたら全然マシなんだけどね。むしろこれさ、 AK47 とかあれなんでしょ、ずっと4発キルじゃんあのさなんでなんだろうね。 AK47 の方がさ3発キル感すげえ強いんだけど、3発キルにはなんないっていうね、そういう悲しい差があるわ。だからね、まあ、タイプ25はカスタマイズ的にはまあ恵まれてるけど、もっと恵まれてる武器があるから、もっと恵まれたいなって、そういう感じの武器だ。で、あんま実況しないからね、さすがにそろそろ実況していくか。まあね、こんな感じで、待って、もう火炎瓶じゃんこれ。お前らサーマナイト使えろよマジで。サーマナイト誰も使ってねえや、これ俺が使ってやるか。でも間違えてグレネードした俺も。はい、まあね、とりあえずね、もうタイプ25のカスタマイズはもうエイム速度ガン、待って、全然腰並み当たんねえ。なんで俺腰並み打ったんだよこれ。オッケー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 。今なぜ腰並み打ったか、田中球児自身の理解できてね、もう一人の俺が出たかもしれない。まあ、もう一人の俺って言っても、もう遊戯を見てる人いないから、あれか、あの初代見てる人わかんねえが、ネタとして古いから申し訳なかった、まあ、通じないネタを言ってしまった。待って、上から降ってきたんだけど、やってーの。これ実際強いよな、 SMG 的な運用するね、アサルトだと考えれば強いわ。 SMG でいいじゃんっていうやついるけど、それ心がね、そういうやつ心がねえかな。結局そう、 SMG と戦えるのがね今大事だから。 SMG も何これ、俺のシーン半分ぐらいグレネードだろ、勝負できねえってか。この最強タイプ25にビビってんな。どうせ AK47 使えたらこれ。まあこれでね、ここいるでしょ敵。やっての、反動はね思った以上にね、なんで伏せるんだよそれ。伏せるとかケーヌか。ケーヌね、ケーヌ最強最強言われてるけど、俺は DRH 派。タイプ25を使いながら言うことじゃない、俺 DRH がね世界で一番強いと思ってるわ。まあまあ救急ないのがぶっちゃけ、お前らさ、もうさすがにタイプ25でもね、こう挟む UAV 出てるよこれ。 UAV なんで落とさないのこれ。俺が落とすわ。もう UAV はねもう絶対落としてばいい。あのね、表記が甘いこのゲーム。待って待って、伏せての、ここでねアナイアレーター出して一生後悔するこれ。やってので、アナイアレーターっていうのを出しての敵がいるんじゃないの。ちょっとコットモバイルの CM っぽくなってきたな。オッケー、やった、オッケー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 。これ俺のおかげだろこれ。感謝して、俺に感謝して。今のフラグムービーマジで、アナイアレーターと俺に感謝して。 UAV 俺ちょっと荒らしてくるわこれ。前取っとけ、俺がもう一人でなんとかしてやるからよ。全て敵どこだ、こう来るだろこれ。やってーの、もうね、なんでミサイル、もうどんだけ俺にビビってんだよこれ。やっぱ俺が強すぎるんじゃねえか。ちょっと芽生えたこれ。これ強者だった説がある俺。最近ね、あえて弱者を装うことによって、あのコメントでの批判避けたんで、まあ、弱い俺だからということで、実際そんなこと思ってないけど、ちょっとね、みんなさ、すごいじゃん、謙虚な人間すぎじゃん。俺だからね、俺もアップデートしたんだけど、ダメだ、もう謙虚さとかいらねえ。俺はもうちょっと待ってくれ、そんなことは4人いるじゃん、もう。これをミサイルで復讐するわ、これ。全員、くたばれ、これで。おいしい、神ゲーかな、これ。これ取れるでしょ、取れるでしょ。3人もやったんだよ、でもね、脇的にあっちなんだよね。脇的にあってだから取れない説ある。でもタイプ25でご了したい、これ。こういう頭1個苦手で、もうやめろ、それ。卑劣だ、これ。オッケー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 、ない。うわ、悔しいね、今の刀。刀倒しただけで満足。あの、すいません、あの、脇がいきなり良すぎるんですけど、これ。これどうなんすかね、ゲームとして、こんないい脇って。でも実際強いね。やっぱ4発キルの、だいたい10メートルぐらいまで4発キルなんで、一番大事な情報をね、今更言っていくんだけど、4発キル10メートルぐらいだから、もうそれまでにね、それに引き込むっていうね、プレイングが大事なわけよ、これ。タイプ25で。
待って、これでやっての待って、後ろで湧いた、これ脇ハサミやめろ、これ脇ハサミの術やめろ、これこれ裏から来るんじゃねえか、さすがにないか、いやいやいや、湧く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 湧いたね、今湧いた、もうケーヌさー、でもケーヌね、ケーヌ違うから、これ勝てるから、タイプ25理論上だと実際勝てる、ケーヌに、これどこいるんだ、そこか、もう分からしてる、この一人やっての、エイムドソクラ早いね、ほんとガンブリすると反動はやべえんだけどな、待って登れる、これ登って頑張って、え、いないんだけど敵、これあー、でもなんかちょっとすれ違った感覚あったわ、これ確かすれ違って、いや今の言われるんだよね、コメントですれ違ってましたよとか言っとるわ、そんなこっちが一番知っとるわ、これそれデブにデブですよって言うみたいなもんだから、失礼なことだと分かる、これで、あと5ポイントなんで、これ5ポイント、アナイアレート相手もそうか、もう絶対負けれねえんだな、 UAV 落とせマジで、俺だけなんかな、俺 UAV に過剰にすぎる、俺も UAV って音聞いた時ってね、ピピピって脳が反応してね、あ、これ取れるじゃん、これ待って、取れ、なんで取れられてねえんだよ、むしろこれ罠にはまった、これこれめっちゃ俺キャリーしてない、これ俺めっちゃキャリーしてるでしょ、これやってーの、これ勝てるんだよね、ダイブ25は、これが勝てるんすよ、これ実際これ俺キャリーゲーミングって言っていいんじゃないか、キルレにないけどな、待って、当たる当たる、オッケーオッケーオッケー、やっぱ信念を実るんだよな、これこれでの、あとアナイアレーターで、待って、もううぜえ、これお前人のこと不快にさせたらどうなるか分かるか、アナイアレーターが来るんだよな、これ童話にもあるから、人を怒らしちゃいけないよ、アナイアレーターがね使われるからね、これ童話にもある、これどこだこれ敵、待って、女撃破ダウン、オッケー、これで上にもいるだろ、これダウン、今かただろこの女、でっけ、お前頭ちっちゃいわこれ、え、これ負けるのこれ、え、取れ、そう、もうちょっとで勝てるよ、もうちょっとで勝てる、お、負けるな、引くな、引いたらお前、引いたら俺が撃つ、お前のこと、オッケー、頼むやってくれ、お願いだ、ここや、あーやばいよ、負ける、マジで負ける、これ、え、なんでこれで負けなきゃいけないの、これやっての、オッケー、やれる、もう削ってる、さすがに勝って、それには、あ、オッケー、これは俺のおかげだよ、これ正直俺のおかげで勝ったでしょ、これ悪いけど味方には悪い、味方は俺のおかげで勝ったと思ってるかもしれない、味方自身は、でも俺はこれ絶対俺のおかげで勝ったと思う、でこんなね絶望的戦況を覆するタイプ25が強いんですよ、はい、それを言いたかった、俺は、はい、ということで、ね、今回ねタイプ25 ADS ガンブリカスタムでねやっていきましたが、見ての通り強いですけど、まあね、やっぱ強すぎるがあまりミサイルとか撃ち込まれる可能性があるんで、そこは注意してください、はい、それは仕方ない様子、じゃあ今回終わりたいと思います、お疲れ様でした、おつ。